皆様こんにちは。クルーズの豊かクラブでございます。本日は当社クルーズツアーにご参加いただいたお客様よりお寄せいただいたお便りをご紹介いたします。小島、大崎下島、岩木島、鞆の浦、岩通で巡る瀬戸内海多島美の船旅。岩通の心のこもったおもてなし。予約が取りづらい人気の岩通に乗船。さらに瀬戸内海の小さな島々に今も残るいくつかの史跡を訪ねる旅と知り、すぐに申し込みました。出発日まで新型コロナウイルスを心配しながら待つこと7ヶ月。岩通での3日間はゆったりと移りゆく景色に日常を忘れ、瀬戸内海の食材にこだわった美食を楽しむ評判通りの最高のクルーズでした。特に印象に残ったのは心のこもったおもてなし。昨日のシラスはとても美味しかったねと話していると、その朝のメニューにはないのにご用意いたしましょうかとスタッフ。私たちが景色を楽しみながら縁側でいただいた和菓子とお抹茶、実はサービス時間外だったことは後で気づきました。スタッフが撮ったスナップ写真をプリントしてさりげなく渡してくれたり、乗客はみんなマスクをつけていたのに名前を覚えてくれていたり、おもてなしの数々は忘れられません。岩通での極上の体験と瀬戸内海の島々が日本の歴史の中で果たした役割の一端を知った思い出深い旅となりました。岩通の船旅好評発売中です。その他お客様の声を公式ホームページに掲載いたしております。ぜひご覧ください。またツイッターやインスタグラムなどの SNS やメールマガジンも配信中。よろしければチャンネル登録お願いいたします。